分かってるかああ犯人は鉄砲を持っている。ああ危ないな。気をつけろ。いいか。姿を見せたらあいつは紛れまくすぐ打ってくるからな。ここにいるのはまだバレてないはずや。確かに。ちょっと上から覗いてみるか気をつけろ。大丈夫。俺たちは奇跡のペアと警察署内と言われている。うん、俺たち二人がペアを組んだ時、解決できなかった事件はないからなあ。したなああ。よし。気をつけろ。任しておけ。 俺がちょっと様子を見てやるよ。どれどれああみんなし、ゃべあおいおいおい救急車救急車ああ！もうい救急車救急車はやむな危ないっしょ死血しよう死血しよう今撃たれたのが大丈夫大丈夫大丈夫そんな車があるならあるある犯人を捕まえろ俺はもうわかっている血を止めないとわかっている俺はもう 一応止めないと。お前とは良いペアだった。俺とお前は二人で一つずっと一緒に過ごしてきた。喋らない。どんな事件も解決してきた。喋らない。俺には分かる。俺たちはもう、いや、俺はもう長くない。おい、救急ゃ呼ぶから。俺たちは二人で一つ、金玉と一緒だ。もう言うな、それ今。そんなおい、おいえ、<laughs> 最後の言葉やった。嘘。 最後の言葉、金玉と一緒やった。えぇ、ー、どうよ、みんなに。お葬式とかで言わなあかんの、これ。彼の最後の言葉。俺とお前は金玉と一緒です。じゃ、じゃ、じゃ、無理やって、あんな雰囲気で。いろんな雑念よぎるやんけ。お前、もう、もう一言言ってからやろ。あっ。あ<ー>休憩ちゃうか。急ぎちゃ,うゃ大,丈だ大丈夫。大丈夫。 いい救急車を呼ぶ暇は持っていない。な犯人を捕まえろ。いや、もう逃げてるやろ。これだ。俺たちに、今まで解決できなかった時期はなかった。そうや。そうや。だって俺たちは、金玉と、一緒。もう。それ最後の言葉にしたあかんって。お前の人生の最後の言葉やろ。金玉と一緒やったあかんやろ。金玉とか言うなや。日常的に。だから最後の言葉に当たんねん、金玉が。 <laughs> 最悪や、はあアボジョやられちゃいました <noise> あいつが言ってから俺はカタキン生活ですぜひ読んでください ネタサロン。ネタサロン。集まれ集まれ。ネタサロン。このレンガが擦れる音に集まれ。いや、ネタサロンに集まるんだろう。レンガが擦れる音に集まっても仕方がないだろう。みんな、一緒にゆっくりしよう。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。ジャルジャルタワー